リミちゃんに1万円をねあげて、そしてキャンプを始めていきたいと思います。はーい、5000円。あ、5000円だって。でも5000円くれるの嬉しい。はい、じゃあしほちゃんはね、エチュードハウス行ってみましょう。3C 目の前にあるんだ。両方行くね。どっちがいいか見て。うん、購入品はまた後日ね、紹介します。はい、じゃあ次、エチュードハウスも気になるのがあったので行ってみます。はい、ということでね、エチュードハウスでもゲットしました。買ってきました。でもうこれで終わりです。5000円終わっちゃいました。実はね、ちょっと150円だっけオーバーしちゃったので、それはショウさんのお小遣いから出してもらいました。はいはい、じゃあこれね、何を買ったか後日動画で紹介します。はい、皆さんこんにちは、ソニーダのしほです。はい、というわけで今回はね、なんとリミちゃんが金魚すくいで1万円をゲットしてね、リミが本当は1万円を使うはずだったんですが、なんとリミちゃん優しさに、あ、リミちゃん優しすぎて私に5000円くれました。ありがとうございます。でね、なので今回はその5000円でね、私の欲しかったものを買ってきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。なんか今日前髪変ん？なんか変そう。まあとりあえず紹介していきましょう。でね、見ての通りエチュードハウスさんと 3CE さんで両方ともメイク道具になっております。ね、最近なんかメイクになんか集めたいなと思ってて、なんか集めるの好きなんです、はい、でもまだね早いんですけどね、小 4なので。でももう本当憧れだけは強くてね、ファッションとか、まあ、メイクとか徐々に本当に興味をね持ち始めて。興味持ってます。今まで本当ね原宿結構行ってたと思うんですけど、エチュードハウスとかに実は入ったことがなかったんだよね。初めて入った。そう、でもなんかしょうちゃんがね、今回今度原宿に行ったら行きたいところがあるって言ってて、どこって聞いたらエチュードハウスって言って。 3CE はなんか前YouTuber の人と入ったよね。そう、かゆちゃんとかね一緒に行ってまあ買ってないんだけど、そう買ってないんですけど、ちょっとね写真撮りに行ったみたいな。あの中にね、ワイルとかあるじゃん。そう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 、スポットがインスタの写真スポットがあるので、はい、そこで写真撮ったりしたんですけど、はい、ね、じっくりこうメイク道具見るのは初めてかな。そう、めっちゃ初めて。まあ、といってもしほちゃんはお化粧するのは本当週末とか休日限定で、まあリップと、アイシャドウをほんの薄くっていう感じです。最近アイシャドウ薄くしてたんだけど、みんな見えた？見えたよね。すごく頑張ったんだ。多分してない、本当ナチュラルメイクだから気づいてない人も多分っていうか、そう、土日はお出かけの動画が多いから気づいてるかわからないけど、うん、でもうっすらね、キラキラしてたでしょ。それだけです。でもしてるの本当頑張ったんですリップも本当ね控えめな、薄い感じの薄塗りのリップしかしないよね今のところ。ここだっけな。あんまりこうはっきり赤とかバーンとか乗る口紅はつけてないね。あんま好きじゃないのかわかんないんだけど、雑貨屋さんで買っためっちゃ薄いやつあと、うん、さゆちゃんからもらった、うん、あーなんだっけ、ペッツ、ペッツ型のリップか、うん、ひまちゃんとお揃いのやつをどっちか、それがさ3つ重ねてるか、うん、薄いのが好きなんです、ね、ほんと薄く塗ってる毎日。薄くてちょっと潤う感じが好きなんだよね。そう、マットじゃないやつが好きだ。そう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 。まあなので買ってきたものもリップとアイシャドウだね。本当はいろいろね、5000円どうしようってなった時にメイクか洋服か雑貨かみたいないろいろあったんだけど、あった、化粧品はね高いんですよ、やっぱそれなりにね。
なので結局ね、まあ化粧品になりました。はい。はい。めっちゃ憧れてたんです。ね、憧れがね強くて、まあでも1個ぐらい欲しいっていうことだったので、まあね1個ぐらい持っててもねいいのかなと思って、まあね、一応動画を。見てください、この袋かわいいですもん。ピンク。待って待って、リミちゃん帰ってきた。ちょっとリミちゃんパパとか。ありがとうリミ。何が？これ。撮影してたの。何が？これリミちゃん撮影してたの。今リミちゃんが5000円くれてこれ買えたってこと。あ、ね、なん暗いねリミ。何が？どうした、疲れちゃった？ネズミ女来た、ネズミ可愛いネズミ女。今日は着てる服装が違いますね。週末で。まあ、今日は平日なんだけど、あ、まあ、祝日になってんだけどね。そうそう、超寒かった。寒い、やっぱしそ、ちょうちゃんそれ寒いよ、今日。朝で着替える。まあ、家の中は暖かいけどね。それではね、まず、どっちからいい？じゃあ、3CE からいきましょうか。じゃあ、まず 3CE からやっていきます。ね、私が 3CE で買ったものは、こちらの、あ、なくなってしまった。こちらの、リップでーす。でね、こちらのリップ、かわいいんです。はい、というわけで、開けます。いきますよ。じゃーん、かわいくないですか？めっちゃかわいい、ここもかわいいし、ここもかわいいし、うん、本当にかわいい。かわいい感じのね、方をね、選びましたね。いい、撮って。いいよ。撮って、撮れない。はい、来た。おー、来た。いけました、見てください、こんな感じのラブってやつよね。こんな感じのね、ここにね、Gリップスティック、ここにロゴが入ってる、すごい可愛いリップです、うん、めっちゃ可愛いですよ。でね、よいしょ、あ、あ、やっちゃった。でね、こちらのはほら、こんな感じでここに彫ってあるんです。何は超つるつるだから、そう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 、なんかここにロゴがね、スリーシーって書いてついてるんです。なんかこうオレンジっぽい、赤っぽい、ピンクっぽいって、なんかこう微妙なね、色合い、なんか色すごい迷ったんだけどね。迷った。でもなんかやっぱ人気があるのはなんかオレンジだったんだけど、しほちゃんオレンジを塗ったらちょっとね、あんま似合わなかったんだよね。だからちょっとやめて、もうちょっと濃い方にしましたね。はい、あ、穴開いちゃった。うん、もう一回。で、一番では紙袋ないんだね。そう、二つ買いました。はい、一つ目はねこちらです。じゃじゃーん、アイ、次はね、アイシャドウで。ちょうちゃん超手汚いね。なにそれ、なんか爪に入ってる。ペン？クレヨン？クレヨンだ。クレヨン入っちゃった。そう、さっきね、絵を描いてたんだよね。宿題っていうか。ごめんなさい。コスモスの絵を描いてました、クレヨンで。ちょっと汚くてすいません、手が。こちら、エチュードハウスのグレイカラーアイシャドウピーチファームです。かわいいでしょ？なんか、かわいいです。もうね、このパレットが、アイシャドウパレットが欲しくて欲しくてね。欲しすぎてたまんなかったの？しょうがなくて、3CE 行ったんだけど、やっぱ 3CE は高い。もうね、5000円の予算だから、うん、パレ、そのアイシャドウパレット1個買ったら終わっちゃう。そうだったね。もう、うん、みんな4900いくらとかだった。1万円もあったの。1万円あった、大きいやつ。ああ、あったね、すごいカラフルなやつ。そう、なのでね、アイシャドウはエチュードハウスにしました。でもじゃあエチュードハウスのアイシャドウ憧れてたんだよ。あ、そうなんだ。結構ね、持ってる人も多分いっぱいいて、もうみんな知ってると思うんだけどね。みんな知ってると思いますかね、うん、持ってる人も多分多いと思います。しほちゃんはね、持ってなくて、ほんと欲しくて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 なかったんです。いきますよ。うん、あ、こっちからいきますよ。めっちゃ可愛いですね。こんな感じね、ちょっと髪ついてるけど、キラキラがね、可愛い、ね、ピーチフラペ、フラペチーノスイートピーチジャム、すご私これ読むの憧れてたんだけど、やめときます。そうね。日が暮れそうだから。
ほら、可愛くない？すごい。いや、可愛くない？すごい。可愛い。ほら、もう下品したいって。めっちゃ可愛いので、私茶色これから使います。うん。茶色、茶色。私これ捨てられないタイプなんです。わかります？わかりません。捨てられないタイプです。はい、じゃあ次。で、もうこれでもう4,000円。あ、これがちなみに2,500円だね。そう、でもこれでもう4,800円ぐらいになってしまいました。うん。4,800円？あ、間違えました。4,500円でした。ぐらい。うん、で、こちら、これが最後になります。じゃーん、こちらのリップです。こっちはどっちかというと、なんだろう、保湿剤みたいな。そう、なんていうんだろうね、リップのちょっと色がついたみたいな感じなのかな。こちらはエチュードハウスのチェリースイートカラーリップバームです。バームだからね。うん、じゃあどっちかのリップつけてみましょうか。せっかくだから。あ、こっち、こっちつける。ちょっと鏡ないんですか。だからこれで鏡代わりにして使います。いい、塗れました。どう、ほら、あ、塗れたよね、ほら。まあいいんじゃないですか。いいでしょ、めっちゃいいでしょ。色はね、合ってるよね。はい、というわけでね、私が5000円分で買ったのはこちらの3点でした。はい、りみちゃんのはね、もう、あるんだ、もう見えるんだよね。ん？りみちゃんの、りみちゃんのはもう昨日っていうか、もう動画出してると思いますので、りみちゃんのはもう買ってる途中で分かっちゃうからね。そう、そちらをご覧あれ。ご覧あれご覧ください、はい、まだ見てない方はね、見てください。はい、じゃあ行きます。それではバイバーイ。キラもバイバーイ。見える？うん。グミ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 ペアサンジーだ、おやつだ。